今日は酢豚を作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。はい、ということで今日はですね、酢豚を作っていきたいと思います。今回は基本の酢豚を作っていくんですが、調味料の数は少し多いんですけれども、どれもね、お家にあるような手軽な材料で作ることができます。作り方にも所々ポイントがありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それではまずはじめに具材などの材料をご紹介します。材料はこちらです。豚肉の角切り、玉ねぎ、ピーマン、人参、椎茸、醤油、お酒、お砂糖、おろしにんにく、おろし生姜、片栗粉、そしてサラダ油を使っていきます。まずお肉なんですが、今回はね、こちらカレー用のお肉とかで売っている角切りの豚肉を使っていきます。こちらはですね、ロースの塊肉を角切りにしていただいてもいいですし、少し厚めのロース肉を使っていただいても OK です。お好みのもので作ってみてください。そして具材ですね、具材は玉ねぎ、人参、ピーマン、椎茸、こちらの4種類入れていきます。この具材に関しましてはお好みで、あとはね、タケノコの水煮などを入れていただいても OK です。お好みでね、やってみてください。そしてその他の調味料に関しましては、こちらはお肉の下味に使っていきます。それでは続いて酢豚のタレの材料をご紹介します。材料はこちらです。ケチャップ、お醤油、お砂糖、お酢、鶏ガラスープの素、お酒、片栗粉、お水、ごま油、こちらを使って作っていきます。少し調味料のね、量は多いんですけれども、特に変わった調味料は使わないので、お家にあるね、手軽なもので作ることができます。ごま油に関しましては最後仕上げで使っていきます。ということで早速こちらの材料で作っていきます。それでは早速作っていきます。まずはじめにお肉に下味をつけます。一番はじめにこちらお砂糖を揉み込んでください。砂糖はですね、お醤油などと一緒に入れてしまうとお肉の中に浸透していかないので、必ず一番はじめにお肉に揉み込んでください。砂糖をね、このように最初に揉み込んでいただくことで、お肉がね、とても柔らかい仕上がりになります。さらにお砂糖のコクも入っていくので、必ず一番はじめにね、しっかり揉み込んでください。これでお砂糖のね、シャリッという感じがなくなれば OK です。そうしましたら続いてここにお酒。お酒は料理酒ではなくて、今回清酒を使ってます。そしてお醤油。あとはおろしニンニクとおろし生姜。これでよく混ぜましょう。はい、OK です。そしたら上にね、ピタッとラップを貼り付けて、このままね、常温の状態でだいたい5分から10分ぐらいですね、使うまでこのまま下味をつけておいてください。それでは続いて具材を切っていきます。まず玉ねぎですね。玉ねぎはまあ食べやすい大きさに切ってください。まず半分に切って、そして斜めに切ります。また斜めに切って、まずくし切りの状態にしてください。芯の部分はね、切り落としましょう。最初に取っちゃっても OK です。そしてこちらを半分に切ります。あとはね、適当に手でパラつかせておきましょう。もう少しね、細かいくし切りにしていただいても OK です。玉ねぎはこのように切ってください。それでは続いてピーマンです。ピーマンはね、まずこのヘタの部分を下に押し込んでください。そして半分に切ります。半分に切ったらこの種とヘタを取り除いてください。そしてちょっとね、綿の部分が気になるときは綿の部分もね、取り除きましょう。こちらを気になるときだけで OK です。そしてピーマンは食べやすい大きさに切っていきます。はい、こんな感じです。一口サイズに切ってください。はい、ピーマンはこのように切ります。こちらもね、同じように切っていきます。今回ね、ピーマンだけなんですが、ここにね、彩りでパプリカを入れていただいてもいいかなと思います。お好みでやってみてください。ピーマンはこれで OK です。続いて椎茸ですね。椎茸はまず軸を切り落とします。そしてこちらは4等分に切っていきます。こんな感じです。こちらも同じように軸を切って4等分にします。この軸の部分は、乾燥してる部分は切り落として、あとこちらはね、このまま使っていきます。それでは続いて人参です。まずヘタを切り落としましょう。
そして皮を剥きます。皮を剥いたら人参はね、食べやすい大きさの乱切りにします。はい、人参はこのように切ります。そしたらですね、人参は耐熱の器に入れて、そしてふんわりラップをします。そしてこちらの人参はですね、少し火が通りにくいので、軽くね、電子レンジで温めておきます。電子レンジ600ワットで1分加熱してください。はい、加熱しました。今ね、すごく熱い状態なんですが、一度ね、ちょっと水分が出てると思うので、こちら水切りしてください。そして水切りしたら、人参のね、水分をしっかりね、拭き取っておきましょう。人参の準備はこれで OK です。それでは続いて、タレの調味料を合わせていきます。まずここにケチャップ、そしてお酢、あとはお砂糖、鶏ガラスープの素、お醤油、お酒、そして片栗粉、こちらはとろみ付けですね。そしてお水を加えます。こちらをね、よく混ぜましょう。はい、 OK です。このようにね、しっかりあらかじめ混ぜておいてください。はい、お肉を漬け込んでからだいたい10分ぐらい経ちました。ラップを外します。そしたらお肉に片栗粉をまぶしていきます。まぶす時はね、しっかり水気を切って、そしてまぶしましょう。しっかりめにね、まぶしてください。はい、こんな感じです。それではね、残りも同じように片栗粉をまぶしていきます。はい、このように片栗粉をまぶしてください。それではですね、今から具材を揚げていきます。それではね、フライパンでまずお野菜から揚げていきます。最初にお肉を揚げるとね、結構お肉からカスが出てしまって油が汚れてしまうので、最初はお野菜から揚げるようにしてください。まずフライパンの底から1センチから 1.5 センチぐらいですね、そのぐらいの油を入れてください。そして火にかけます。火加減中火です。このままだいたい170度ぐらいまで油を温めます。はい、適温になりました。このように菜箸を入れた時に、菜箸の先からプクプクプクっと細かい泡が出るぐらいですね、そのぐらいになってれば OK です。そしたらまずはじめに人参を揚げていきます。火傷しないようにね、注意してください。人参はですね、水分があると油跳ねしてしまうので、必ずしっかり水分を拭き取ってから揚げるようにしてください。まあ、大体ね、1分ぐらい揚げてみてください。1分ぐらいしたら、続いてここに玉ねぎと、あとは椎茸とピーマンを加えてください。これでだいたい1分ほど揚げてください。お野菜を入れるとね、結構油の温度が下がるので、ちょっとね、火加減強めていただくといいかなと思います。だいたいこのぐらいですね、このぐらいじわじわじわっとするぐらいで1分ほど揚げてください。この時もね、油跳ねには十分に注意しましょう。はい、OK です。1分ぐらいしたら取り出します。お野菜はこのように油で揚げてください。では続いてお肉を揚げていきます。こちらもだいたい170度ぐらいの油で揚げてください。お肉を入れたら、最初はね、あんまり動かさないように揚げてください。最初にね、たくさん転がしてしまうとお肉の衣が剥がれてしまうので注意しましょう。はい、で今ね、1分ぐらい経ったんですが、1分ぐらいしてね、この油に使ってる部分の衣が固まったら裏返します。裏返すとね、ちょっと油跳ねしやすくなるので、火傷しないようにだけ注意してください。あとはですね、いい感じの揚げ色になるまで揚げていきましょう。はい、いい感じの揚げ色になりました。だいたいね、3分から4分ぐらいを目安に揚げていただくといいかなと思います。ただですね、お肉の大きさによって火の入り具合が変わるので、小さめのものは3分ぐらい、大きめのものは4分ぐらいでね、揚げていただくといいかなと思います。それではこちら取り出します。はい、OK です。このようにいい感じの揚げ色になるまで揚げてください。それではね、最後仕上げていきます。まずフライパンに先ほどね、混ぜておいたタレの調味料を加えてください。これで火にかけます。火加減は中火です。このまま一度沸騰させましょう。ちょっとね、時折混ぜながら沸騰させてください。だんだんね、ちょっととろみがついて固まってくるので、そしたら素早く混ぜるようにしてください。
このぐらいですね、とろみがつけば OK です。そしたら一旦火を止めて、そしてここにお野菜とあとは豚肉を入れます。そしてもう一度火にかけて火加減中火です。これで絡めていきましょう。これで沸騰すれば OK です。はい、でこのようにしっかり絡んでクツクツ沸騰したら、最後ごま油を回しかけてください。そしてよく混ぜます。はい、OK です。このようにね、とても美味しそうに仕上がりました。それでは器に盛り付けたいと思います。はい、これで酢豚の完成です。こんな感じに仕上がりました。このようにしっかり餡も絡んで美味しそうに仕上がってます。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。ではまずお肉からいただきたいと思います。いただきます。お肉が柔らかくてすごく美味しいです。そしてね、しっかりした味もついてますね。ではお野菜もいただきます。では人参と玉ねぎをいただきたいと思います。いただきます。人参はね、甘みが増してて、玉ねぎはシャキッとしてすごく美味しいです。はい、ということで今回の酢豚のポイントです。まずお肉なんですが、今回はね、角切りになってるお肉を使ってます。よくカレー用とかで売ってたりするんですけれども、こちらもすでに角切りになってるものを使っていただいたり、あとは塊をね、角切りに切って使っていただいても OK です。あるいは少し厚めのね、ロースのお肉を使っていただいても OK です。お好みのものを使って作ってみてください。そしてまずはじめに豚肉にお砂糖をしっかり揉み込んでください。そうすることでお肉は柔らかくなるのと、あとはお砂糖のコクもしっかり入れることができます。他の調味料とね、一緒に混ぜてしまうと砂糖がお肉の中に浸透していかないので、必ず一番初めに揉み込むようにしてください。そしてその後ですね、調味料を加えて一番初めにお肉は下味をつけておきましょう。下味をつけてる最中はね、室温の状態で置いていただいて OK です。冷蔵庫に入れて冷やしてしまうと火の通りが悪くなってしまいますので、そのまま置いておくようにしてください。そしてお野菜なんですが、今回はピーマン、玉ねぎ、人参、椎茸、こちらの4種類を入れてます。このお野菜に関しましてはお好みのものを入れて作ってみてください。そして人参に関しましては、こちらはね、火が少し通りにくいので、一度電子レンジで軽く加熱しておいてください。そうすることで人参の甘みもアップして、さらに時間を短縮することができます。そしてその後お野菜をね、素揚げするんですが、一番最初に人参を加えてだいたい1分ほど揚げてください。そしたら残りのお野菜を加えて、こちらもですね、だいたい1分ほどを目安に揚げていただくといいかなと思います。人参はね、少し長めに揚げていただくことで甘みがアップして、とても美味しい仕上がりになります。そしてその後ですね、豚肉を揚げるんですが、豚肉を入れた後にすぐお箸などでいじってしまうと衣が剥がれやすいので、衣が固まるまではいじらずに揚げるようにしてください。揚げ時間に関しましては、お肉の大きさによってね、適正な揚げ時間が変わると思うんですが、だいたい3分から4分ぐらいを目安に揚げていただくといいかなと思います。あとはですね、フライパンにタレを加えて、とろみがついてきたら具材を入れて、そして最後はしっかり煮絡めてください。そして最後にですね、ごま油を回しかけていただくことで風味もアップして、とても美味しい仕上がりになります。こちらはね、最初の方に入れてしまうと熱で風味が軽減してしまいますので、必ず一番最後に加えるようにしてください。今回の分量でだいたい 2,3 人分ぐらいになります。こちらは目安にしてみてください。材料は手軽で、作り方もすごく簡単です。とても美味しいので、ぜひ作ってみてください。はい、ということで今日は酢豚を作りました。私のチャンネルでは他にもいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録で楽しんでみてください。そして Twitter、Insta、Facebook、TikTok、 こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。